はい、お願いします。はい、皆さん、こんにちは。この時間は日本ユニックスユーザー会のセッションをお呼びします。はい、ですね、本日は平成生まれのためのユニックス IT 歴史講座、ということで、お送りしていきます。はい、ですね、はい、後ほど資料は多分公開すると思いますので、まあ、そちらも見てくださいと。ということで、本日、講師のうちの一人であります、法輪と申します。日本ユニックスユーザー会、JAS と呼んでいますが、この JAS という団体の幹事を、しております。いろんな、コミュニティとイベントをやったり、まあ、あとこの、OSC ではこの研究会という名前で、セッションもやっております。あと、まあ、身分的にはフリーランスのエンジニアですが、まあ、最近は桜インターネットの仕事を主にやっていて、まあ、今日も午後に2時から、桜インターネットのセミナーが、あります。はい、そちらにも出ます。はい、ということで、私と本日、ゲストにお迎えするのが、元ジャス幹事の、徳川さんです。徳川さん、本日はどうもありがとうございます。よろしくお願いします。簡単にちょっとですね、1枚でこう自己紹介的なものを用意したので、自己紹介をお願いします。そうですね。IT 業界に、仕事として入ったのは1987年になります。その前の年の1986年が多分この後話題になるユニックスフェアの第1回目が開催された時なんですけど、まあその時には、その後勤める会社にアルバイトとしてユニックスフェアに参加して、ネットワークの面白さ、を目の当たりにして、で、1987年に就職して、88年から確か JAS の幹事になってます。JAS の幹事の活動の中でも、やはり中心になるのがユニックスフェアの、まあ、運営といったようなところを経て、まあ、その後、JAS の幹事の活動は遠ざかってしまいましたが、1994年からはインタロックの運営とかですね、まあ、そういったようなことをやりながら、約10年 IT 業界にいまして、まあ、その後、プロフィールの最後に書いてあるように、まあ、家業が、今回のなんか会場は名古屋なんですか、はい、徳川美術館という美術館がありますが、そこは私のご先祖さんが持ってたものを収めている美術館なので、まあ、そこの会長という形で、IT 業界とは遠ざかってますけれども、まあ、未だにいろんな人とのつながりは、まあ、強く持っていると、そういったような状況ですね。はい、どうもありがとうございます。ということで、本日は、まあ徳川さんに、まあ、現在は、まあ、その徳川美術館の、館長とか、徳川家のお仕事をされているわけですが、その IT 業界に、まあ、長く、いらっしゃって、いろんな活動をされた方なので、そのあたりの話を本日は伺いたいと思います。はい、で、ですね、このユニックス歴史講座で毎回前置きとしてやっているものなんですが、JAS は、1983年設立なんで、まあ、実は今年40周年を迎えるという、まあ、長くやってる団体でございます。で、会報とですね、会員向けに配布している会報がありまして、エトセウォールという名前なんですが、これを、まあ、設立当初からずっと、刊行しております。で、今は、まあ、もちろん PDF で作ってるんですが、昔は紙で印刷して会員に郵送していました。で紙で郵送してた時代のものがですね、まあ、5年前ぐらいですね、に JAS の、まあ、事務局というか、残っている箱の中から発掘されたので、全部、スキャンして PDF 化しました。で、まあ、これを、まあ、きっかけに、ちょっと当時のことを、いろいろ紹介するセッションを、やり始めたという感じでございます。これ35年分ってなってますが、今40年分になりますが、はい。で、まあ、一応その、まあ、その JAS の開放に載ってる中からの、紹介になるので、まあ、当然ながら、まあ、IT 業界のすべてが記録されているわけではないので、まあ、あくまでも JAS の活動の範囲での紹介になりますので、よくこういうセッションをすると、昭和生まれの人たちが、俺の知って、出来事がないとか、みたいなことを言ってくるんだけど、そういうのは一切無視します。あと、懐かしいも一応 NG ワードで、講師以外は NG ワードで平成までは懐かしいというはずがないので、これは禁止としています。で、昭和生まれの皆さんですね、ズームのチャットにあれこれ思い出を書かれると、質問が埋もれてしまうため、質問のみズームのチャットに書いてください。それ以外はツイッターなどに自由に
そっちはどんどん書いてもらっていいんですから、ユニックス歴史講座とか、OSC 名古屋といった、はい、ハッシュタグも用意されてますので、そちらで、そちらはいくらでもやってください。はい、お願いします。って感じです。さて、今回の主な話題、まあ、小川さんがジャスにいらっしゃった年代のエトスウォールから、まあ、紹介していくんですが、まあ、中でも、ユニックスウェアという展示会の話題を中心に、これちょっと後で出てきますが、そっちを、まあ、長めに紹介したいなと思っています。はい、ということで、まあ、本で入っていくんですけども、徳川さん、さっきのお話で、87年ぐらいからですか、ジャスの活動に入られたのが。幹事になったのは88年だと思います。88年ですか。ジャスの場合を知ったのは、はい、まあ、ユニクスウェアを通じて1986年からですね。うん、はい。はい、で、まあ、そうですね、エトセウォールには、この88年のユニクスシンポジウムというもので、まあ、初めて名前が、まあ、セッションのチェアをされてたので、初めて。ああ、そうですね。という感じで。はい。はい、で、まあ、シンポジウムというのは、いわゆるカンファレンスで、JAS の設立当初から年2回やっていました。割と学会チックな、作りになっていて、まあ、いわゆる論文というかをですね、提出して、で、まあ、プログラミングが査読をして、まあ、通ったものだけが発表できるというような形に、なっていたものです。で、夏は東京、秋は大阪でやっていました。はい、で、展示会、併設で展示会もやっていて、まあ、これが後々ユニックスウェアになっていくんですけれども、そのテクニカルセッションと展示会、それから、情報交換パーティーというのは、まあ、まあ、要するに懇親会というか飲み会なのですが、なんか当時はあまり大ピンに懇親会って言うと、なんかあんまり良くないみたいな話をちょっと聞きました。はい。ので、こういう名前になっています。あと、僕という、まあ、今でもまあ僕は時々見かけますが、テーマだけ設定して、まあ、そのテーマに興味のある人が集まって、まあ、ワイワイ話をするというようなセッションとかやってました。で、徳川さんはプログラミングとかセッションのこういうチェアなどで名前が出てきていたのですが、なんか、なんでこんなことやってたんですか？まあ、変なしね、正直言ってやりたくてやったわけじゃなくて、みんな役割分担持ち回りでやったんですけれども、まあ、確かに今言われて、あ、そういえばそんなこともやってたね、というのは、うん、記憶にありますけど、自分がやりたくてやってたのとはちょっと違うので、うん、まあ、やれと言われたら、一応、その年に2回、カンファレンスなんかの時に、恥ずかしいセッションにしてはいけないので、まあ、そこはやりましたね、うん、はい。はい、ありがとうございます。まあ、こういった、シンポジウムでやってました。で、まあ、こういった、まあ、基本的にはこういう論文発表の場なんですが、シンポジウムのこの、エトセウォールの記録を見ると、徳川さん、大阪の方にも時々来られてたようで、大阪のシンポジウムでは、新聞を作っていました。はい、というのが記録にありまして、まあ、これ僕が学生の頃で僕も手伝った覚えがあるんですが、まあ新聞こんな紙面をですね印刷して参加者に配っています。このエトセウォールの残ってる全部残ってるわけじゃなくてごく一部のものだけがあるんですが、これを見ると徳川さんが、アノニマス UCP のなんか、サイトを運営していたというような記事がありますね、はい、でこの辺の話を少し伺おうかと思います。はい。の配布っていうのがあったんですよね。はい。主に今でもありますけど、グニュー。はい。まあ、日本は当時まだインターネットなくて、はい。JU ネットでその UUCP で、メールやニュースを交換してましたけど、はい、いわゆる、ソフトウェアを無償で誰でもそのダウンロードできるサイトみたいなのが日本にはほとんどなくて、うん、その一方で海外、主にアメリカにはまあいっぱいあったという中で、アメリカのサイトに直接つないで国際電話でですね、はい、最新のソフトをダウンロードして、それを自分で使うだけじゃなくて、やはり国内でいろんな人にも配布したい、うん、で、テープやなんかで配布するのは郵送したりとかね、限りがあるので、うん、
会社に電話回線いっぱい引いてもらって、モデムいっぱい並べて、誰でもうちからそのモデムがあるところだったらダウンロードできるようにというような仕組みを作って配布し、ソフトウェアの配布をしたのがその当時ですね。はい、ありがとうございます。これなんかこの記事をちょっと見ただけだとなんかモデム1個しか置いてないのかなと思ったんだけど、たくさん何台か置いてたんですね。そうですね、ソフトウェアの配布で回線を塞がっちゃって、その結果としてその JU ネットのリンクでやり取りするメールやニュースの配送が遅れちゃいけないので、自分のところから、電話をかけに行くのをポーリングって言うんですよね。ポーリングして、はい、例えば東京大学とか慶応大学とかつながってたんですけど、そういったようなところとメールのやニュースのやり取りをするために使う電話回線と、うちにそのソフトウェアのダウンロードじゃなくて、うちからあのメールやニュースを受け取っているサイトやなんかに電話をかけてきてもらうための電話番号と、そしてソフトウェアの配布用のというような感じで、多分一番多い時は5回線ぐらいあの使ってたんですね。なるほどね。そうか、用途ごとにモデムとか電話とか回線用意して、それで提供してたということですか。なるほど、分かりました。はいはい。ということで、まあ、当時、まあ、その、まあ、TCP/IP とかまだ普及していないので、こういった UCP といったプロトコルで配布というか接続をしていたんですが、まあ、その、ソフトウェアの配布用のサイトとして、まあ、こういうのを運用してたと。で、当時の速度が、9600とか、19.2K とか、キロですよね。はい、ぐらい。もう今からすると、何桁かぐらい小さい。リードしてまあやってたということなんですが、はい、であとモデムも、トレイルブレーザーがやっぱり一番よく使われたんですか。そうですね、断然トレイルブレーザーですね、はい、だったみたいですね、はい、はい、高かったんでアメリカから直接輸入したりとかそういうこともしてましたね。はい、まあ、というわけでこういった、まあ、当時まあこのような、まあウェブもなく、まあ、当然 GitHub もなく、まあ、DVD もないし CD-ROM も出たか出たないかぐらいの頃だったんですけど、こういった感じでね。はい。で、こういった感じで、ソフトウェアを配布してました。で、大きなものは、先ほど徳川さんからちょっと話しあったように、テープでの配布っていうのをやっていて、まあ、こちらも JAS の方でテープの配布、テープによるソフトウェアの配布サービスなどもやっていました。テープ、こんなやつですね。はい。こんなテープで、配っておりました。はい。で、あ、ちょっと説明文も、この、新聞に載ってたものなんですけども、1回は30分と、1回の接続時間は、はい、そうですね、書いてあります。はい、これも、やっぱりみんなルールを守ってねって言っても、うん、1日に何回も接続してきて、何時間もつないでダウンロードする人が出てくるんで、やっぱりいるたんですね。やっぱりユニックスのいいところで、まあ、うちは、はい、当時はまだライセンス持ってないとユニックスのソースコードって見られない時代ですけど、はい、うちライセンス持ってたんで、UUCP のソースコードを改良して、で、時間制限とか回数制限をもう、こちら側で設定して、無制限にはつなげないようにしながら運用してました。徳川さんが自分でプログラム、その辺編集して、そういう設定入れたんですね。そうですか。はい。で、まあ、30分で1メガぐらいやっと転送できるというような時代だったわけですけども、まあ、こうやって配布をやっていたというようなことが、まあ、記録として残っております。はい。で、あと、JAS マシンの、管理もされてたんですか？そういう記事もちょっとありまして、はい。で、ありがとうございました。例えば、90年ぐらいに、いわゆる3のスパークワークステーションを買って、オラクルを入れましたとか、はい、こういうのが書いてあります。はい、これも徳川さんやってたんですか？この時代は関わってましたね。はい。そうなんですね。オラクルはこう考えるとすごいですね。この頃がすでにあって、ちょ今もあるので、これなかなかすごいのと、あと、記事を見ると、この頃、日本語がようやく使えるようになったという期待があります。はい。昔使えなかったということですよね。
例えばメールの本文やなんかはもう、JU ネットの初期の頃、すなわち1994年から JU ネットですから5年、6年ぐらいには使えてましたけど、はい、サブジェクトには日本語使わないってルールがあったんですよね。そうですね。はい。1990年か91年ぐらいにマイムエンコードが、はい、使われるようになってから、サブジェクトに日本語を入れるようになって、今でも覚えてますけど、村井さんが出したメールのサブジェクトが日本語だったんで、はい、村井さんっていうのは村井淳のことですね。村井先生、はい、村井さんのメールのサブジェクトが日本語になった瞬間にみんなで日本語をサブジェクトに使い出したというのを、はい、まあ、この頃からようやくそういった日本語がね、いろんな使えるようになってきたというところですね。あと、まあ、当時のね、事務局のネットワーク図も載ってまして、はい、3.4 キロのアナログ専用回線っていうのが、僕もちょっとあんまり名前は聞いたことありますけれども、そんなに、ね、馴染みがないのですが、こういうので繋いでたんですね。まあ、いわゆる9600棒の、アナログ、はい、上がる回線ですね。はい。はい、だけど、まあ、一応専用線と。はい、そうで、スリップで繋いでたと。これも今はないものですよね。はい、ありますけど使う人いないですね。あんまりないですよね。はい。こういったもので、まあ、インターネット接続というか、やっていたというようなことが、残っております。はい。まあ、30年前ぐらいのとこんな、感じで、はい、やってましたと。だところで。ドグが書いた覚えありますね。あ、これ、ドグワさんが書かれたんですよね。はい。はい、ありがとうございます。ということでですね、まあ、こういった、まあ、ことも、されてたんですが、まあ、本来のユニクスエアの話をしていきたいと思います。1991年のユニクスエアのレポートというのを、徳川さんが書かれていて、でこれがですね、非常に、このネットセボールに載っている中では、非常に、そのフェアが実際に行われる過程をですね、克明に記録したレポートになっていまして、これを今回は、詳しくちょっとご紹介していきたいと思います。はい。まあ、この頃、この時91年は、まあ、2万8000人ぐらいで、出展者が68社とか、いった、規模になっています。でも会場は新宿の NS ビルと、セミナーは京王プラザホテル。立派なところでやってますね。はい。まあ、私も言った声はありますが。はい。で、このユニックスエアというのは、ユニックス関連やソフトウェアの展示会として、86年から1995年まで、年1回やっていたものです。で、今日紹介するのは新宿の NS ビルでやっていましたが、後々はパシフィコ横浜でやったりもしておりました。で、まあ、展示と、あとこの後紹介するネットワーク接続実験というのが、まあ、大きな出し物だったんですけども、あと、まあ、セミナーや、先ほど言ったような、まあ、情報交換パーティーなどをやっていました。はい。で、ちょっとこれは、まあ、この接続実験というのは何なのかという説明で、まあ、これは今回のレポートとは違うとかと言ってますが、まあ、各社がユニックスマシンを作っていて、で、OS も各社で開発してたので、まあ、当然実装がそれぞれ異なるため、いわゆるインターネットというかネットワークにちゃんとつながるかどうかをちょっとやってみないとわからないというところがあり、で、ユニックスエアでこういった接続性の検証をしていましたと。で、後々にはインターロップでこういうのが行われるようになるんですが、まあ、昔はユニックスエアでやってましたというものになります。はい。で、ですね、これが徳川さんが書かれた部分の最初のところになるんですけど、まあ、最初の頃は、ネットワーク1本だけだったそうですね。そうですね。はい。で、まあ、その後、まあ、こういった相互接続をするために、こういうのをやってるんですよというお話になるんですけれども、まず展示担当のお仕事、徳川さんはいわゆる展示担当だったわけですよね。そうですね。はい、で、例年に2、3名と、徳川さん以外だと、菊池さんとかですか？菊池とか、当時 SRA にいた西村とかですね。西村さんとか、はい。そういった方々がやってたんですね。はい。はい、で、まあ、この赤い線で引いてますが、まあ、ネットワークの、トポロジーを決めて、あと機材調達してとか、あといろんな説明会やったりとか、まあ、もちろん総合接続テストもやりますし、会場のネットワークを張るという、まあ、
ネットワークに接続に関する作業を全部担当するという、お仕事。かなりハードだったように聞いておりますが、どうだったですか？そうですね。まあ、ハードというか、出店者に機材を借りるとか、そういうのは、まあ、電話やメールでの交渉で、うん、それよりも実際にその会場で、張り巡らす、LANケーブルとかですね、うん、あるいはその、当時だとまだ、光ファイバーとか UTP だけで、10ベース5とか10ベースっていう同軸系の LANケーブルとかもあって、はい、で、ケーブル長の制限から、ブリッジでリピーターで延長しなきゃいけないとか、こ、うん、ういったようなケーブルとか、リピーターみたいな、その、普段 ZAS の事務局で扱わないけど大きな会場でのイベントでは必要だってものを、借りたりあるいは必要に応じて買ったり、その買う予算がいくらだったらいくらまでだったら買えるかとか、そういったようなところはちょっと、当時は苦労しましたね。今でもそうだと思いますけど、ZAS、はい、お金持ちではないので、うん、極力借りて賄うんですけど、やっぱり借りるのにも限度がありますし、かといってせっかくやるんだったらば最新の環境を作りたいと、最新の環境を作るためにはやっぱりいい機材をメーカーに提供してもらわなきゃいけない。でもメーカー側もいい機材は自分たちのブースで使うのに使いたくて、貸し出しの方には回したくないとかですね、まあ、いろいろなその、はい、というか、交渉があって、まあ、大変だっただけれども面白かったですね、はい、なんかその辺のなんかいろんな例えば物理的な制約だったりも考慮しながらネットワーク作ったりあとしてた交渉事とか多分そういうのはかなり負担がかかるところだったんですかね、はい、そうですね、まあ、あと実際に UTP ケーブル100本ぐらいこう、ね、コネクタ着したり、はいはい、そういうのもあったんですね、はいはい、ということでですね、こういったことをまあやっていたわけですけども、まあ、実際に、この91年の時の会のですが、まあ作る過程というのをちょっと紹介していきますが、まず7月ぐらいから準備を始めます。本番はちなみに本番は12月の頭です。はい、で、まあ、この時は まず最初に、まあまずネットワークの、まあ、設計をするんですけども、当時は FDDI という技術がまあ最新で、まあ、これを使おうと。いうことで、設計したという感じですね。今、まあ、FDDI、まあ、ちょっとほぼ見かけないと思いますが、まあ、当時やっぱこれが一番、まあまあ、早かったってことですか？早かったですね。で、まあ、当時ワークステーションで、光ファイバーで接続するネットワークの企画としては、まあ、FDDI が主流だったという感じですね。はい、はい、ということで、まあ、これを、まあ、前面にというかこれFDDI 製品をつなごうということで、まず設計をされましたということですね。で、その後、まあ、これを案を作って JAS の幹事会に提案したんだけど、1回目はなんかあまり意味反応じゃなくて、ちょっともう1回持ってってやっと OK してもらえたっていうようなことが書かれて、これ結構大変だったんですか？まあ、そこまで大変じゃないですけど、まあ、反対した理由って、反対された理由っていうのは時期尚早かっていうのを言う、うん、せっかくそういうネットワークを作ってちゃんとそれを見せるようなデモンストレーションができるのっていうようなところをその疑問に持たれたんだと思うんですね。で、実際確かに正直言って今みたいにウェブみたいなアプリケーションもないですし、はい、AI でネットワーク構築してもほらちゃんとピンが飛ぶでしょとか、うん、そういうレベルのデモンストレーションしかできないんですよね。まあまあなのであんまりそのデモンストレーションの効果がないんじゃないのっていうようなところで、うん、その否定的というか悲観的な意見があったというふうに記憶してますね。はい、はい、まあ、まあそれでもまあやっぱマルチベンダーでこういうのができるのはやっぱり JAS っていうかユニクセアしかないのでぜひやりたいっていう、まあ、提案をして、うん、まあ、OK もらったというようなところが、まあ、まず書いてあります。はい。はい、で、その後、まあ、出展者向けのまず説明会を、9月に実施して、で、まあ、この時に、まあ、その FDDI
関連製品を出してくる企業がどれぐらいあるかとか、あと、出展者のコマの位置もこの時に、これなんか抽選らしいですけども、決めて、まあ、そうするとどの会社がどこに出るかが分かるので、まあ、ケーブルの長さがどれぐらい必要とかみたいなことを、まあ、決めた側が、みたいなことをやってたということですか。はい。はい。で、その後ですね、いろいろ機器の調達とか、ネットワークの詳細設計をするというのが10月ぐらいにやってたことのようなんですが、まあ、なんか機器調達もやっぱり大変だったと聞いております。あ、というか、なんかこれにも書いてあるんですけども、はい。そうですね。会社はやっぱりそんな多くなかったってことなんですか？あ、当時は少なかったですね。で、出展者さんが出展用に自社ブースでこの飾る、機材と、それとは別にそのネットワークの運用用に貸し出してもらえるっていう機材を用意してもらえる出展者さんが非常に少なくて、うん、そのところは、いや、これはうち あのブースで動かしながら使ってと。うんいうような形で、それをその会場のネットワークにつなぐというようなやり方で、なんとか、機材を提供してもらうというようなところが多かったですね。うん、まあ、やっぱりまだ非常にそういう意味では、出始めの頃で、出店者としてもそれほどその潤沢にその販売用ではなくてそのデモ用の機材っていうのを持っていなかったというような時代だったんだと思いますね。はい、ありがとうございます。まあ、やっぱりまあね、多分まあ機器としても数もそんな多くないし、値段も高いしっていうようなところもあったんでしょうね。はい。高いってちなみにいくらぐらいだったんですか？まあ、今、その、いわゆる PC に、LAN カードで、はい、今は、まあ、UTP でね、ギガどころか10ギガまで行き上がる時代になります。はい、10ギガを、はい、例えば、光の、インターフェースで PC に挿そうとしても、本当に数万円とか、そういうレベルの機器です、はい、当時は、ね、カードだけで何百万円したんで。数百万ぐらいの機材なんですね。はい。はい。それで、100メガでしたもんね。これ確か。そうですね。はい。まあ、こうやってまあネットワークのまあまず設計というか、あと機器調達なども、していきまして、で、説明会して、あ、ちょっとこれ順番になる。で、説明会、10月の21日に説明会をしました。で、機器の調達があんまりこう順調じゃないという話をして、貸し出しをお願いしたと、嫌なところが書いてあります。でこの時に、説明会に出た中で、なんか機材貸してくれるっていう企業があって、で、なんか調達一応なんかしましたよと、いうような、ことが書いて、ありました。はい。うん、で、この後ですね、で、接続テストが、11月の1日に1回目がありました。で、もう今はないんですが、JAS の事務局、マルショービル、やった事業でやりましたと。はい。で、全部で6社のうち5社が来てくれて、で、まあ、やったと。はい。のが書いてあります。はい。で、ですね。まあ、一応本番と同じ、トポロジーでネットワークを作ってみましたと。で、いくつか、まあ、致命的ではないけど、いくつか問題があったというようなのがあります。この時に、なんか、やってみてどうだったんですか？そうですね。まあ、確かに致命的な問題はなかった。まあ、何をもって致命的というかですけどね。そこにもちょっと書いてありますけど、はい、リンクが時々、フラッとした、ずっと上がるんじゃなくて、時々パタッとしてまたすぐ上がると。まあ、落ちっぱなしになるわけではないんですけど、やっぱり、一瞬でも落ちると、TCP のセッションやなんか、そこでこう、うっとつきますから、パフォーマンス、非常によろしくないと。うん、まあ、いろんなところで、それが、本番のユニクスフェア当日までに直せるものなのかどうかとかいうのを、うん、国産の製品で開発が日本でやってるようなものだったらば、なんとかしましょうって返事がすぐ来るんですけど、
海外の製品で日本側はその輸入してる商社さんしかそののエンジンいうようなものだと本国に連絡して掛け合わないで、すぐには返事できませんとか、で、まあ、ちょっとそういう意味ではドキドキしたところはありましたね。なるほど、そっか、海外製品結構ある、あ、まあ、今でもそうなんですけれども、まあ、結構あるんですよね。そうですね、はい、そうするとすぐに直せるかどうかはちょっとわからんとかいう、まあ、特に当時、あのね、まあ、インターネットもそんなに普及してないというような時代なので、はい、この辺はなかなか大変だったかなと思いますが、こういった感じでしたと。で、これは別の資料から持ってきたんですが、まあ、実際に作ったネットワークはこんなんですよと、いうのが、真ん中に FDDI があり、で、そこから、なんてコンセントレーターっていうのがあるんですね。なんかそうですね、はい、はい。で、それを介して、他のルーターにとかワークステーションにつながると。こんなネットワークを組まれていたと、はい、いう感じですね。はい、アドレスが133で始まるところなどがちょっと割と当時がこうあのグローバルアドレス全部やってましたっていう感じですよね、これ。はい、こんなネットワークを組んでおりました。で、さて、まあ、こういうの で、まあね、2回目の接続テスト、11月22日というのも本番の10日前ぐらいということになるんですが、やりましたと。で、まあ、問題はちょっといくつかありつつも、一応接続テストをやりました。で、展示担当の見解としては、なんとか動くかもしれないけど、1日に数回はダウンするかもねっていう話をが載ってるんですけども、そんな感じだったんですか。そうですね、ノートラブルでそのユニックスウェアの回帰を終えられるとは全く思ってなかったですね。はい、まあ、その後私、さっきもちょっと言いましたけど、はい、イントロップの運用も携わりましたけど、はい、イントロップの運用携わったから分かりますけど、あんな状態で本番を迎えちゃいけないなと、今は。はい、あ、じゃあ、徳川さん、まあ、こういったことは結構何年も、イントロップも含めてやれ担当されたんですけども、この年はかなりやばかった年っていうか感じですか。そうですね、やばかった。だというか、まあ、ネットワークを使ったデモンストレーションっていうのが、さっき言ったようにそういうアプリケーションはなかったですし、うん、会場からインターネットにみんな出展者さんにアクセスしてもらうとか、そういう状況でもなかったので、うん、ちょっとネットワークの調子が悪くなっても実はバレないっていうのもあったんですけど、ただやっぱり運用する側としてはそういう状態になりそうだっていうのが分かってるのに本番に行っちゃうっていうのはやっぱり、うん、嬉しくないですよね。そうですね、はい、はい。それでやっぱりなかなかちょっとこの時は結構、まあ、ドキドキしながら本番を迎えるというか、そういう感じだったと。そうですね、はい、はい。で、まあ、本番の約1週間前に、まあ、機材を確認して、で、特に、まあ、当時はインターネットケーブルはこういう10Base5 という同軸ケーブルで、かなり太いケーブルで、さらにここにちょっとこの写真の、これも別のところから撮ってきた写真ですが、右側にちょっとありますが、トランシーバーを、穴を開けて取り付けるという感じのものなんですよね、これね。はい、そうですね。で、何箇所もやっぱり穴を開けるので、まあ、そういった、穴が開いてたりとかいろいろあるので、こういったのを修復するという作業を、この年はかなり時間かけてやったというような記録が残っておりますが、こういったことをやりまして、で、本番の約3日前ぐらいですか、機材がまず事務局に、FDDI の機材ですね、主に、おそらくは、届き、で、これを、事前に入手して、で、会場に送るというようなことをやっておりました。はい。で、30日の夜に、まあ、ボランティアで手伝う学生中心のスタッフ、まあ、いたかな、ちょっと分かんないけど、で、会場に荷物を運んで、で、次の日から、会場での作業になりますという感じですね。はい。で、構築初日、本番の2日前です。はい。で、まず午前中にケーブルを天井から吊ると。で、午後にノックを作って接続の
作業、まあ、機器をつないで確認するというような感じになっているんですけど、天井からするんですよね。これ、当時はこういう方法を取ってたんですよね。そうですね。これもあのインタロップの真似なんですけど、うん、あのインタロップはネットワーク天井から、まあ、今日本でやってるインタロップは天井からじゃなくて床からになりましたけど、はい、うん、当時は天井から下ろしてて、あの天井から下ろす方が、あの最後展示会が終わった時に駒の手とかそういう時にケーブルを傷める心配がないというようなところで、うん、なるほどと思ってインタロップの真似をして天井から吊るようにした覚えがありますね。あ、そういうことなんですね。なるほどなるほど、はい。で、まあ、ケーブル天井から吊るして、その後、まあ、ノック設置していろいろ機器をつないでいくと。で、はい、まあ、この日の作業、まあ、あの信じられないほど順調に進みましたと書いてあり、はい、まあ、順調にいったんですね、はい、この時は、はい、そうですね、はい、はい。で、そして、次の日が、まあ、本番の前日で、まあ、主に出展者の人たちが集まりに来るわけなんですが、まずなんか、この日は、まず、FDDI なんかまず朝動かしてみると動かないということで、よく見たところ、FDDI のコネクタがまず壊れてましたということで、まあ、これはまあ交換したと。そうですね。交換して直るので、まあいいんですが、で次は、監視プログラムが消えてきたというのがあり、で、これは、なんか、よく調べてみると、空論が消していたと。大バラスです。これなかなか笑える話で、結構見ておるので、これ面白いなと思ったんですけど、こんなことあるんです。空論が、朝9時に動いて、プログラム、ユーザーテンプの下を消してしまうと。で、今まで9時以前にマシンを起動したことがなかったので、発覚しなかったというようなことがあったというのが書いてありました。まあ、これも原因はまあ分かったので、まあ、対策はまあできる。はい。まあ、こんなことがありましたが、まあ、午後になり、出店者がまあ、つないでくるので、まあ、対応すると。で、まあ、出店者、なんか、この時、別の会で、菊池さんにお話ししてもらったことがあるんですが、その時の資料によると44社ぐらいありました。はい。で、で、まあ、これはそんなに、接続自体はそんなに難しいわけではないけども、出店者はあんまりちゃんとマニュアルを読んでいないため、マニュアルに書いてあるようなことを質問してくるというようなことが書いてありました。はい。まあ、今でもあんまり変わらないですね、これは。はい、そうです。出店者ってどうしても、そのエンジニアじゃなくて、出店者っていうのは営業の人なんですよね。うん、そうですね。営業方の人が、ネットワークにつながらないと言って、いや、マニュアル見てくださいと言っても、わからないと。で、結局、我々が見に行って、非常に単純なケアレスミスで繋がってなかっただけなのは治りましたよって言うと、ああ、すいませんね、とか言って、これでこう。こういうような感じで、まあ、各社繋いでいくと。はい。はい、いうような、まあ、感じで、まあ、接続をしていき、で、あと、まあ、FDDI のテストに参加できなかったマシンも繋いでみたんだけど、ちょっとこれはなんか、監視のプログラムが、なんかおかしくなるので、ちょっと外してもらったんだけど、実はまあ監視のプログラムのバグだったというのは後で分かったというような話も、ありました。はい。で、まあこういうことはありましたが、まあ一応準備はできまして、12月3日、まあ、ニクシアの本番を迎えますと。はい。で、まあ朝8時半に来てというか、ネットワークを立ち上げて9時半から、の展示会が始まると。で、で、始まってみると、ネットワークは、全くトラブルなく動作をしましたということだったんですね。そうですね。はい。すごい順調だったみたいですね。はい。まあ、トラブったらば、当然のことながら、初日にトラブったら、翌日の展示会が始まるまでに、夜鍋仕事ででも直せるもんだったら直さなきゃっていう、こっちで当然、を望んでるんですけど、うん、ある意味この拍子抜けして、まあ、そのおかげでね、夜はゆっくり飲みに行けたわけですけれども。いいですね。何のトラブルも起こらないで奇跡だとかですね。夢に違いないとか言いながら、パーティーに行ったというようなところが書いてありましたね。はい。手伝ったことが、はい、阪大の学生たちが一番喜んだんじゃないかな。ああ、そうですね。はい。
はい。で、まあ、二日目、まあ、やはり同じように、まあ、撤収、じゃなくて展示をし、まあ、まずそのなんか、監視プログラムのバグの修正されたのが届いて、ちゃんと、動いたので、そのなんか、出店者になんか、謝りに行ったとかですね、みたいなことがあったり、で、まあ、ネットワークあまりに順調なもんだから、意図的に負荷をかけてみたんだけど、それでも、ちゃんと動くと。ようなことがあり、全くノートラブルで2日間、終わりましたということだったんですね。はい。そうですね。はい。大変順調に、動いて、まあ、良かったという感じですが、まあ、で、まあ、最後に撤収がありますということで、特に FDDI は、光ファイバーということもあって、丁寧にやらないといけないんですね。はい。そうで、だと、はい。当時はやっぱり光ファイバーの扱いを初めてこのユニックスフェアの会場で触ったっていうような人が多かったもんですから、当然、曲げすぎちゃいけないとか、踏んじゃいけないとか、そういったようなところを、結構、口うるさく言った覚えがありますね。はい。こうやって、まあ、で、まあ、撤収は大体2時間ぐらいで、まあ、やってっていうところで、まあ、その日のうちに、まあ、撤収を終えると。みたいな感じで、こうやって、まあ、インツェアのネットワークの実験をやっていましたというようなところを、ご紹介しました。はい。なんか、他になんかやってて、こう、特によく記憶に残っていることとかありますか？そうですね。笑い話的なのだと、そのネットワークの FDDI 製品の総合実験を、当時の JAS の事務局だった、新宿、あ、じゃあ、四谷三丁目の、あれの、マルショービルですか？マルショビンです。の上の会議室に、機材を持ち込んでもらったんですけど、普通のオフィスビルの会議室なんで、高々5、6台ですけど、当時のワークステーションやスイッチっていうのは電気食うんで、ブレーカーが飛んじゃったりとかですね。一類だったらいいんですけど、ワークステーション系はいきなりね、やっぱりブレーカー落ちると、ファイルシステムが飛んだりとか、そういう可能性があって、ちょっとしながらやったって覚えがあって、二度目の実験の時は、確か隣の部屋だったか、どこだったか、とにかくブレーカーがブス系統のところから、ドリルで電源引っ張ったような覚えがありますね。はい。おお、そんなことない。なるほど。はい。ありがとうございます。まあ、こんな感じでネットワークの接続実験を、まあ、やっておりましたというようなところです。で、まあ、ちょっと時間も残り少ないので、あとはちょっと簡単にって感じで。徳川さん、PC 関連でもいくつか、例えばシンポジウムで、パネルディスカッションに出たり、BSD 386を徳川さん使ってたんですよね。はい。で、まあ、当時、まあ、BSD 386とかいくつか、こういった類の、PC ユニックス、があり、まあ、今、まあ、我々が使っているのは割と PC アーキテクチャを使っているわけですが、はい、こういったものも、やっております。こういうの、なんか開発とかもやってたんでしたっけ？今でこそ、デスクトップの PC だけじゃなくて、ノート PC でも、大抵の、ユニックス系、リポジシー、なんちゃら BSD も全部動きますけど、ノート PC 系ってやっぱり、サスペンドしたりとか、今だったらば、USB デバイス、そのままだったら PCMCIA カードっていうね、PC カードですね。ネットワークにつながらなかったり、モデムが使えなかったりっていうのがあったんで、まあそこら辺のデバイスドライバーの開発やなんかを、BSD386 でやってたという時代がありましたね。はい。で、まあ、結構これはいろんなと、ね、カードを動かさないといけないということで、デバイスドライバー書いたりとかみたいな、あと何、どのカードがどの、OS だと動くとか動かないとかみたいな情報交換、この当時、すごく頻繁になった記憶があります。はい。まあ、そういったものを、経て、今は、まあ、僕たちは、まあ、こういったノート PC でいろんなことが、まあ、できているといったところが、あります。はい。まあ、ちょっとこういったところで、時間に、なりましたので、まあ、大体今回このようなシンポジウム、ソフトウェアの配布とか、あと特にユニックスフェアに関しては、詳しく、お話ししました。はい。といったところで、まあ、最後に、これはいつもこの講座でお話しているんですが、まあ、今、
今僕たちがっていうか、今流行ってる技術も20年後ぐらいにこういう歴史講座でやるかもしれないので、みんなのいろいろなんか当時のことをどっかに記録しておくと、いいと思います。はい、今後のジャス研究会ちょっと未定ですけど、またどっかでやると思いますので、またその時見てもらえると思います。あとですね、それからこれはまあちょっと資料とか載せておくと、あとまあ JAS の行事としては今年40周年になるため、40周年7月29日にちょっとイベントをやろうと思って今準備中です。コロナテックカンファレンスという、まあコロナと IT っていうのをキーワードにいろんな人にお話してもらうということで今準備中です。はい、これは会場でやりますので、サイボーズの、ちょっとオフィスお借りしてやりますので、よかったら来てください。はい、はい、徳川さん、最後に何かですね、ちょっと特に、まあ、いかには平成生まれの人たちはあまりいないかもしれないんですが、これからの人たちに向けて、何かメッセージありましたらお願いします。長いことで、長い話しちゃいけないでしょうか。はい。エンジニアだった頃っていうのは、ないものだらけだったと。で、ないものは自分で作るしかない。で、あるものも不十分。機能が足りなかったり、あるいはアメリカで作られたソフトだから日本語が使えないとか、そういうのをもう片っ端から、日本語使えなかったら使えるようにしたいとか、機能が足りなかったら足したいとか、そういうことをやって、こう、自分たちが、なんていうんでしょう、使いやすい環境を作ってきたんですけど、まあ、平成生まれの人たちは割と、何でもかんでも欲しいものがそこにあるっていうようなね、状態に近いんだと思うんですが、それでもね、まだないものとか、あるけれども不満足なものっていうのはあると思うんで、どん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 そういったようなところは人に頼らずに自分で何とかしてやろうじゃないかと、そういうそのガッツを持ってやってもらいたいなというふうに思いますね。はい、ありがとうございます。ということでですね、本日の、平成生まれのための、Unix IT 歴史講座、今回は、元ジャス幹事の徳川さんに、お話を伺いました。徳川さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。はい、ということで、この写真を終わりたいと思います。皆さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。はい、どうもありがとうございます。お疲れ様でした。徳川さん、ありがとうございました。はい、役に立ったのかどうか分かんないけど。はい、いや、非常に面白かったです。ありがとうございます。はい。うん。俺、またどっかで機会あれば飲みに行こうや。はい、またぜひお願いします。ありがとうございます。東京だよね、普段。僕は住んでるのは東京というか、仕事してるのは東京ですので、はい。まあ、あと、ジャスの領事も。ちょっとここ3年ぐらいずっとオンラインでしかやってないんですけど、まあ、ちょっと今度久しぶりに、はい、オフラインでもやりますので、はい、また何かの機会に、はい、いただければと思います。はい、ありがとうございました。